ぜ、てめえ。ラーメン店と痛い目見るぞ。ほら、上がってこいよ。よし。じゃあ、こめ。見てなさい。ほら、来いよ。ほら来い。俺の番だな。やめるな。見せてやるよ。ほら来いよ。逃げるなら今のうちだ。舐めないでくれる。おい来た。とっておき。一回打ちよ。してみろ。ぶっ飛ばしてやる。ったなおっしゃー成長を感じます。おい、てめえ何見てんだよ。ぶっ殺してやるよ。ビビってんのか。俺の番ね。見てろよ。よしよ。やめんなよ。よほら来いよ。私の番ね。とっておき。開けてみるか。開いたぜ。これで元通りだ。
どうするかね。やってやろう。やめんなよ。してみる。やるぞ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。ビビるんじゃねえ。ビビってんのか。私の番ね。とっておき。どうした。俺の番ね。とっておき。スーラパンショーの俺の番だな。やってやる。どんな番か。行くぜ。開けてみるか。やったぜ。ほら
来いよ。おい来た。見てろよ。一回ずつよ。よそ見すんなよ。なんとかしないと。よし、行くぞ。また強くなっちゃったね。よう、探し物は見つかったかい、天道。荒川真澄殺害を命じる青木亮の声。そないなもん、会ったところで何の証拠にもならんで。それでもあの人にとっちゃ会っちゃならねえもんだい。だからあんたまで駆り出されたんだろ。ご苦労なこった。そういうことかいね。どうやら分かったみてえだな。花からなかったんやな、そのデータは。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしない人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。せやったら踊れらの狙いは。そうかい、このわしっちゅうことかいの。このわしをここへ引きずり出したかったっちゅうわけ。蒼天堀じゃ本気であんたを味方だと見誤っちまった。あの荒川のおやっさんでさえな。人を騙しとるもんは自分も騙されてるとは思わんもんや。けど荒川真澄がまがいもんやったおかげでわしにももう一遍てっぺん取るチャンスが回ってきたんや。ボクシングじゃかなわんかったてっぺん取るチャンスがな。感謝しとるんやで。天道、てめえ。せやさかい、あの日胸に穴開けたあの人が息を引き取るまでわしゃその目をじっと覗き込んで見届けてやったんや。荒川がこの世の最後に見てたのはこのわしのとびっきりキュートな笑顔や。それはわしからの感謝の気持ちのプレゼントやったんやで。ふざけんな、クソ野郎。クソか。せやったらソープ生まれのどん底育ちの我は何や。え、春日一番。まあそれがここまで来られただけでもええ根性しとる。褒めといたるわ。せやけどこれでしまいにせ。最後にてっぺん飛んのはこのわしやで。踊れの成り上がり話はここまでや。蒼天堀でもそんなこと言ってたな。
そこまでのやつなのか。やつの現役時代はボクサーとして強さ、スター性、全てが揃っていたよ。正直、俺が見たことある人間の中で一番喧嘩したくない相手があいつさ。どんなやつだろうと関係ねえ。許さねえぞ、天道。私の番ね。見てなさい。やめんなよ。俺の番ね。とっておき、一回ずつよ。絶対待ってない。じゃあこれ、よし、行くぞ。とっておきだ。逃げるな、今の。黎明よりの一体を。もっ、来てみろ。やってみろ。やるか。おっと、こりゃ強烈なのをやる気だぜ。ああ、正面に立ってるやつは注意しなくちゃな。でもどうしろってのよ。とりあえず防御だ。身を守ることに集中して何が来てもいいように警戒しとくんだ。よし、やんのか。とっておき、それ。おい、来た。やめんな。見てろよ、変な番長の世界。俺の番だな。見せてやるよ、天の怒りだ。どうするかね。逃げるなら今のうちだ。なめんなよ。私の番ね。見てなさい。俺の番ね。とっておき、スーラパンシュマン。よし、とっておきだ。天地黎明よりの怒りを。戻ったね。来てみろ。ザコが戻ったね。やるのか。死の一発。よし、やってみろ。やめんなよ。おい、来た。見てろよ、変な番長の左。来てみろ、この体っぽい。俺の番だな。見せてやるよ、天の怒りだ。ザコがやってやるぞ。よっしゃ、行くぞ。本気出したろ。ここに来てメリケンサックかよ。まさしく鬼に金棒ってとこだな。あんな硬い外壁ガラスが粉々よ。もしあれで殴られたら死ぬかもしれんな。気を抜くなよ、みんな。行かさしよ。よし、行くぞ。
っておきだ。天地黎明よりの怒りを。もっまずは右に来いよ。行くで。あいつなんか急にガード固めたぞ。あれはガードと同時にパワーを貯めてるんだ。ガードが解かれた時でかいのが来るぞ。いよいよ奥の手を出してくるってことか。天道の現役時代、俺はあのガードが破られたのを見たことがない。もし破れれば勝機が見えるかもしれないのか。あくまでも可能性だけどな。少なくとも初めてのことで面食らうはずだ。やってみるしかないな。みんな今のうちに集中攻撃だ。俺の番か。せいや、やめんな。せいするぜ。いいじゃない。まだ終わるんじゃねえぞ天道。最後にきっ
ちりおやさんの分を受け取ってからくたばれや。かすや。そうですね。今回の衆院選を振り返りますと、まさに歴史的な勝利と言っていいかと思います。実に議席の3分の2を大きく超えています。民事党が国民の民意を得たと、その分大きな責任を背負ったと受け止めております。総理、青木幹事長の果たした役割についてはいかがでしょうか。大変大きかったです。荻窪さんの引退から間もなくの衆院選でしたし、青木さんの功をなくしては語れない選挙でした。青木幹事長、今の総理の言葉を受けて一言お願いします。今回の選挙で民事党は大きく変わります。この国を良くしたいという我々の思いは、中身を伴ったものとして国民の皆さんに実感できるようお届けします。これまで深く切り込まれなかったグレーゾーンをはじめ、既得権益や天下りにただ乗りする者たちも皆白日の下にさらします。私のこうした理念は、かつて20年前にブリーチジャパンを創設した時から一切ブレてはおらず。幹事長、あの速報はどういうことでしょうか。殺人で逮捕状とありますが。いえ、どういうことだか。手違い。そう、何かの手違いです。記者の皆さん、落ち着いてください。何かの手違いが起きたようで。青木幹事長、青木亮という名は本当の名前じゃありませんよね。そうですよね、幹事長。ちょっと幹事長、説明お願いしますよ。あなたの本名は荒川正人。先日横浜で殺された暴力団組長荒川真澄はあなたのお父上ではありませんか。すみません、同僚生、ご退場を。幹事長、幹事長、待ってください。幹事長、説明してください。荒川正人って名前に聞き覚えありますよね。青木亮は偽名ですよね、幹事長。だから天道とは電話がつながらないんだ。もう何度もかけてる。荒川組の事務所も誰も出ない。で、そっちはどうなってるんです。総監、私に逮捕状って一体。確認中です。そのニュース速報というのも確認が取れていません。テロップは民主党本部のモニター画面にしか出ていなかった可能性があると聞いています。仮にそうだったとしても、それをテレビ中継してたんだから同じことでしょ。多くの国民があのテロップを目にしたんだ。誰が何の目的であれを流したのか、早急に説明をつけなくちゃならないんです。とにかく今は警察に動かないことです。ミレニアムタワーへ行くのも避けるべきかと。そうはいかない。一番が、春日一番が、もし荒川組で証拠を抑えていたら後始末が厄介でね。その時はそっちにもいろいろ骨を折ってもらうことになります。後で動かなかったことを後悔しても遅いんだ。天道の親父とはまだつながりません。今連絡のついた若い衆はミレニアムタワーへ向かわせてます。いいだろう。俺のそばで護衛につくのを何人かに絞れ。ええ、わかりました。これを
一番がやったってのか。あの一番が。天道。どうも。なんでずっと電話に出なかった。見ての通りちょいと忙しかったんですわ。沢城の隠してた音声データは。ありまへん。そいつのブラフやったんです。ブラフ。あ、そうか。ハッタリだったのか。そうか、そうだったか。ふん。で、一件落着でっか。いや、まだだ。こいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。どうだい、俺の演技力は。なかなかの役者じゃねえか、春日。だろ、今度オーディションにでも行こっから。どうでした、俺の芝居は。一番。お前なんで。若、まだ続きがあるんです。天道。どうも脇が甘いですね、青木先生。あなたは外から雇われただけの私を使い捨てにしようとした。は、何を言っている。一体何の話を。天道が二人。さすがだな、ミラーフェイスとはよく例えたもんだ。ミラーフェイス。いろんな人間に姿を変える私の通り名なんですよ。いやー、しかしこれってスクープだよね。青木亮、春日一番とその仲間を殺害するようヤクザたちに命令。大スクープだわ。素晴らしい映像が撮れましたね。早速ネットに流出させてしまいましょうか。よせ、やめろ。バカ。もうここまでですよ、潮時です。一番、てめえがこの絵を全部描いたのか。若にブラフの音声データの存在を伝えたのは天道を呼び寄せるためでした。でも若、あんたもきっとここへ来ると俺はそう信じてました。あんたも俺をよく知ってるように、俺もあんたという人間をよく知ってますから。ふざけやがって。バカ、あんたを止めるにはもうこうするほかなかったんです。あんたもう自分自身でも止まり方わかんなくなっちまってんでしょう。何、知事になって昔自分をバカにした連中を見返して権力者になった。でもそれで何が手に入ったんです。
今のあんたには大事な人間もいねえ。あんたのことを大事に思ってくれる人間もいねえ。持て余した権力に目がくらんで、てめえが何をなくしたのかも分かってねえ。ならその先は、手にした権力守るために邪魔なもん全部消し続けるだけの人生だ。そんなもん望むほどあんたバカじゃなかったろ。知ったような口を聞くな。でもそれが事実だろう。事実だとしても、俺は前に進むだけだ。誰も俺を止められやしない。いや、俺が止める。絶対に。やれ、こいつら全員ここで始末しろ。